私に任せてもらっていいかな。お米を持ってきたの花代ちゃんだし、その方が安心だね。最初から任せる気満々だったずら。任せましたよ、花代。これだけ食材があったら、いろんな炊き込みご飯が作れちゃう。頑張る。花代ちゃんの瞳が輝いてる。こっちも負けてられないよ。数が多いから手早く処理しないと。おすごいスピードで魚がさばかれていくずら。なんて迷いのない手さばき。分かってはいましたが、素晴らしい手際の良さですね。かなたちゃんはライフデザイン学科だからね。料理が上手だなんて素敵ずら。マルもこんな風にできたらな。こういうのは慣れだよ。花丸ちゃんもすぐにできるようになるよ。マルもいつかは。でもエマちゃんもうまいよね。包丁の使い方が手慣れてるもん。確かに無駄がないと言いますか。カナタちゃんに比べたら全然だよ。十分すごいよ。すごいといえばもう一人。そうですね。え、どうしたの？みんな私の顔を見て。花代のお米に対するこだわりに感心しているんです。本当丁寧に研ぐよね。お米に対する愛情を感じる。間違いなく美味しく炊いてくれるはず。私たちも負けてられないね。完成ずら。美味しそう。やっとご飯が食べられる。ではいただきましょう。いただきます。わあ、このお魚とっても美味しい。ほっかほく。焚き火で作る焼き芋も最高だけど、炭火で焼いたお芋も最高ずら。この炊き込みご飯、今までで一番美味しいかも。とっておきのお米に秋の王様松茸を入れて心を込めて炊き上げたからね。自信作だよ。ふんふんふん、皆の衆、かなたちゃんの最高傑作を見ておくれよ。うみちゃんと釣ったお魚にみんなが取ってきてくれたお芋や栗や銀杏、キノコその他もろもろをドーンと乗っけたホイル焼きだ。うわー、すごいよかなたちゃん。こんな豪華なホイル焼き初めて見た。くんくん、味付けはお味噌？お味噌？これは今すぐ真っ白いツヤツヤふっくらのお米を炊かなければ。花よ、炊き込みご飯があるというのにこれ以上お米を炊くというのですか？だって炊き込みご飯と白いご飯は別でしょ。